ノルマ・モンセラット・ブスタマンテ・ラフェルテノルマ・モンセラット・ブスタマンテ・ラフェルテはチリ出身の女性歌手モン・ラフェルテのアーティスト名で知られる現在はメキシコに在住しているチリ人アーティストの中で最もラテングラミー賞にノミネートされた回数が多いことで知られる2003年は TVN のタレント番組ロホ・ファーマ・コントラ・ファーマ第二生成のオーディションで選ばれ歌手デビュー 同年ファーストアルバムラチーカでロホを発売。モンセラットがロホの歌手メンバーでミュージックビデオを作った最初の歌手の一つ。2004年にバルペレーゾで歌手アカデミーを開始。2007年、モンセラットはメキシコシティに移住して新たなキャリアを開始することを決断しナイトクラブで歌いながらカバー曲のレコーディングを始めた。2009年にはシングル ロミス目標を発表するも、同年甲状戦がんにかかり、当時制作していたアルバムの活動がストップする。ガンとの闘病中に、彼女は本名である、モンセラット・ブスタマンテの名前を使うことをやめ、モンラ・フェルテとしての活動を開始することを決定する。活動を再開した彼女は2011年に、セカンドアルバムである、デッセ・チャビレを発表、翌年には、 チリバン X ファクターの審査員に招待された。2013年、倫理的な理由からベジタリアンとなる。2017年には、ビーガンとなったことを宣言した。2017年には、シングル、アマラメガラテングラミー賞の最優秀、オルタナティブ楽曲賞を受賞する。彼女にとって初の受賞となる。2019年には、アメリカ合衆国でのツアーを行い、 同国最大級の音楽フェスティバルでもある、コーチェラフェスティバルにも出演した。ありがとうございます。